またよろしく頼むよ。いいか？ちょっとララちゃん、俺水じゃないの？ぼったくりだぼったくり、特集ですっぱ抜いてやんよ。よう君か。とりあえず座んなさいよ。今日はどうした？まさか新しい怪盗ネタとか？あ、それともお姉さんに恋しちゃったとか？それは怪盗ネタはあるってこと？そりゃありがたい。会社で怪盗団の番記者にされちったし。いやー、助かる助かる。これで仕事もはかどるわ。子供を利用する気？硬いこといい子なしでしょ。この子ら大人の耳には届かないネタ持ってるし、それに大事なのは第三者のソースがあるってとこ。なんだね。で、条件は？今度は誰の情報が欲しい？それとも単なる小遣い稼ぎ？ネギしょってきた。これで仕事が楽できる。空いた時間で旅行でもすっかね。そんなわけないだろ。いいなよ。何が狙い？前は金城の件だったよね。最近当局が騒がしいんだ。私は金城関係って睨んでる。匂うな君は。クソだな、ごまかすの。うん、でもなるほどね。熱烈な怪盗団のファンか。ちょっとダメだかんね、旅行のために子供を使うなんて。旅行？あはは、嘘嘘。空いた時間で調べたい事件あんの。会社には内緒の独自取材。あんたまさか。うん、じゃあさ、こうしようよ。君は私に怪盗団のネタを垂れ込みする。私はそのネタをもとに怪盗団の記事を書く。
君の大好きな怪盗団のね。そんな取引で OK？ よし決まり。怪盗団が喜ぶ候補してやるから、ビビッドなネタじゃんじゃん頼むぞ。ある時を境に怪盗団の評判はうなぎ登り、不自然なほど君たちの活躍が聞こえてきた。メディア関係者に協力者でもいたの？君たちのため、意図的に情報操作をするための。どうなの？我は何時、何時は我、何時ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我悪魔のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、ま、このことは誰にも言うなよ。高校生とか使ってんのバレるとまずいし。それじゃララちゃん、取引成立のお祝い。私のボトル出してよ、グラス2つちょうだい。ちょうだい。てっ、うわ、無言の圧すげえ。わったよ、高校生には飲ませないってば。ちょっとトイレ。ああなると長いからさ、坊やもう帰んな。よし、バカ言わないで。まさか新しく加わった仲間というのは誠？真実だけを喋りなさい。バカげてる。もし本当なら、君が逮捕された時誠も近くにいて警察から逃げたりしてたっていうの？でも今思えば、確かにあの子夏頃から捜査の話をいろいろと。誠の件はともかく、もう一つ重要な話が出たわね。怪盗団以外に異世界を使う悪人がいる。金城が確かにそう言ったの？君の責任転嫁とも取れる言葉ね。でも正直、そんな言い分を通す気なら、今まででたらめを並べ立てた説明がつかない。二通り考えられるわね。全て妄言で、今のも単に私を混乱させたいだけか、あるいは全てが真実か。君は初めから私に真実を語っているの？私を信用するということかしら。もともと心を盗む泥棒なんて相手を取り調べてるんだものね。いいわ、どんなに常識外れでも、それを理由に信じないという聞き方は改めましょう。その代わり、
君も真実だけを語りなさい。フェアに取引よ。いいわね。我は何時、何時は我、何時ここに荒ちぎりはすわれ審判だ。よし、時間がないわ。次の標的の話に。いえ、次の標的は向こうが先に怪盗団を狙ってきたのよね。相手の正体はこれ。写真はなし、本名も素性も不明。君の話が本当ならこれじゃナビとやらは使えないはずよね。どうやって狙ったのかしら。さあ話しなさい。冷蔵庫の食材確認しといてくれ。おう、どうした。え、違う、可愛くない。店員が勧めてくれたやつだったんだが、そのプリンターじゃダメなのか。え、ダメじゃないけど違う。わかったよ、今そっち行くから。ちょっとかかるかもしれん。店番頼むわ。もし戻らなかったら店閉めといてくれ。頼んだぜ。ったく手がかかりやがる。以上、金城容疑者の続報でした。この事件、怪盗団の犯行と言われていますが、どう思われますか？手口は分かりませんが、いずれにしろ法治国家を脅かす危険な存在だと思います。他人の心をいじっているわけですから、これでは洗脳と変わりありません。なるほど、おっしゃる通りです。どうなってんのかしらね。この前もあったじゃない、何でしたっけ、ほら有名な画家の。まだらめだったか。悪い人たちを懲らしめたんでしょ。怪盗団は悪くないじゃない。そうかもしれんが。ねえお兄さん、あなたもそう思うでしょ。怪盗団は悪いことしてないわよね。私はいいことをしてると思うわ。ほら、こんな時間、そろそろ帰りましょうか。うん、そうだな。ごちそうさま。金城の件報告を受けてます。しかし、世直しなどという絵空ごと、怪盗団は本気で。おっしゃる通りです。大衆の怪盗団への支持は感心しませんが、怪盗団の足取りに注目されて例の世界が明るみに出る危険もありますし、実は彼の持ち込みで一つ使えそうな策がありましてね。直接対峙することなく怪盗団には自滅してもらうというものでして、廃人化の件を怪盗団の仕業に仕立て上げてやるんですよ。
やはりそうでしたか。奴のアイデアにしては容赦がないなと。それにしても先生、これほど入念な策で潰しにかかるとは。よほど怪盗団の所業を目に余ると見えます。心中お察しいたしますよ。では例の大掃除を急ぎましょう。世直しなんて大技、怪盗団には分不相応。未来の総理である先生にこそ世直しをなす資格がある。遊びに来てやったぜ。違うでしょ、テスト勉強、期末試験。はあ、なんで私まで。仲間なら当然だろ。教えてもらわねえと困るしな。あなたまでそんなこと言うの。あいつらはほっといて。前に来た時は聞けなかったんだけど、ここって何？お店の人とかいないけど。ここ、こいつん家。複雑な事情があってな。これ、話していいんだろ？つうか自分で話せ。ひどい、ひどいよ。俺もアンもユウスケも似たようなもんだ。こいつほどヘビーじゃねえけどな、人一倍許せねえことがある。だからみんな怪盗やってんだ。おい、我が輩を忘れるな。わってるよ、みんな仲間だ。つか誠にも許せねえこととかねえの？改心させたいやつがいるとかさ。ふん、内緒よ。お、いんのかよ。別にいやいいのに、釣れねえな。それより試験勉強する気ないの？あまり。じゃあ帰っていいのね。あ、嘘嘘、勉強教えてください。あ、この単語なんだっけ。フォビアだから恐怖症。閉所恐怖症かな。あんま言わないけどね。単語や長文は任せて。文法は苦手だけど。英語とか勉強しても将来使わねえし。お前は日本語も怪しいだろう。うっせ。これ作者の心情を答えろって。どうでもよくない？無理だ、公式とか覚えらんねえ。なんかうまいカンニング方法ねえかな。ちょっと休憩入れましょう。以上、金城容疑者の続報でした。さて、明智さん、この事件、怪盗団の犯行と言われていますが、実際のところどうなんでしょう？予告状がばらまかれた経緯もありますし、間違いないと思います。問題は、怪盗団が具体的に何をしたかですよ。もし、容疑者の心をいじったのだとしたら、自白にもどこまで信憑性があるのか疑問ですから。つまり怪盗団は心をいじることでありもしない罪を捏造していると。その可能性は否定できません。確かに怪盗団は世の中の隠れた不正を暴いているかもしれません。でもそれがルール無視の勝手な行いなら非常に危険な考え方です。無法者ということでしょうか？ええ、悪人と何も変わらない、看過できません。なるほど。なるほどじゃねえよ。なんで俺らが悪者にされるんだよ。言わせとけばいいって。私たちが正しいって分かってくれる人も増えてきてるんだし。街歩いてても俺らの噂耳にすること多くなったよな。
掲示板も盛り上がってるし、もしかして天下取った？町のチンピラぐらいで調子に乗るな。でかい口はもっと大物をやってからにしろ。また大物やりゃ済む話だろ。最初からそのつもりだったし。確かに考えておいた方が良さそうね。すぐ見つかんだろ。俺ら追い風が吹いてんだぜ。今なら負ける気がしねえ。まあそれはおいおい決めましょう。まずは試験を乗り越えないとね。さて休憩おしまい。勉強を。そういや打ち上げ、試験終わったらやるって決めてただろ。そうだったわね。どこ行くよ。目標あったら勉強はかどる気がするわ。前はホテルのビュッフェか。それ以来だな。ビュッフェだと。どこがいいかな。ねえ花火とかどう。打ち上げ花火大会。そういやそんな季節だな。いいんじゃない。ビュッフェも捨てがたいが、夏の美を俺は取る。ただし宴で飯もくれ。浴衣？浴衣？花火大会よくね？な、お前もそう思うだろ。んじゃ花火大会で決定。良さげなの調べようぜ。その前に勉強でしょ。赤点取ったら承知しないからね。おう。んじゃ花火大会で決定。良さげなの調べようぜ。その前に勉強でしょ。赤点取ったら承知しないからね。Thank you.
おはよう。あのさ、なるほど。